皆さんこんばんは、ガエルチャンネルです。今日もこのここもスピードへダートオーバルのグレッグ&ハブファン、ダートオーバルのダートミジェットカップ、こちらをお届けしたいと思います。今 C クラスですね。このこちらですね、ここのダートオーバル、この 2.42 っていうのを 3.0 に上げて、そして B クラスへ昇格したいというのが目的のレースになりますね。そして昨日の動画でもお届けしました通り、このねハイパワージャジャウマなダートミジェット、この車をコントロールして最後まで生き残りたいというレースになります。予選は、2周計測2周で5番手でしたね。なので これやっぱね、怖くて踏めないですね。このもっとギリギリをアクセルをしっかり踏んでクリアしていけばいいんですけど、なかなかね横転するのが、ウィリーするのは怖いですね。さあセーフティーカーが戻りました。もうすぐシグナルスタートです。スタート来ましたね。さあヒート1は8周で行われます。インから2台来た。前の方の車ウィリーしてましたね。アウトにまだ1台いるので、コースを幅いっぱい使えないですね。まだいますね。そしてまたインから来る。イン側を取って、ただねこれアウト側はバンクがついてるんですけど、イン側行きすぎると逆バンクっぽくなるんですよね。インはねあんまりインのインをついても速くなさそうな感じはしますけど、でもよくわからないと言ってる間に1ヒート目のレースは後半ですね。さあ周りまだいるな。おーっと1台横転、横転、危ない危ない。なんとかかわして、今5番手ですね。さあこのシテバイザーのドローを取りたいんですけど、忙しくてめくれない。これはね録画配信で後から声を当ててますけど、当ててるので配信できてますけど、生中継絶対できないですね。忙しすぎて喋る余裕がない。さあインから差し込まれるとこでしたけど、なんとか5番手をキープしたままゴールできました。いやいや、じゃあ2ヒート目いきましょう。お、なんか花火が上がってますね。さあ今度の2ヒート目は25周のレースですね。25周長いなとは思うんですけども、結構あっという間ですね。やっぱりね一番怖いのはウィリーしてバク転してしまってインシデントがつく、あとは他の車が横転したところに突っ込んでインシデントがつく。このねダートオーバルはセーフティーレーティングが全然上がらないんですよね。クリアしていったコーナー数、割るそのインシデント数なんですけど、このクリアするコーナー数がロードに比べて普通のサーキットに比べて少ないんでしょうね。なので地道に上げていくしかないってのと、あとはねアンオフィシャルのレースでも、アイレーティングは変わらないんですけど、セーフティーレーティングはちょっと上がったりするので、その誰もいない時間帯ですね、不人気な時間帯を狙って出場していくのもありかもしれないですね。さあレースもうすぐスタートしますよ。さあこの位置取り
いやちょっと落ち着いて、私の目標は1位を取ることじゃないんです、安全に走り切ることです。さあスタート。危ない危ない。とはいえね、レースが始まってしまうとやはりレーサーとしての血が騒ぐ。おーおーこれはあ、そしてセーフティーカー、イエローコーション入りましたね。そう、これはね、セーフティーカーが入るんですね。ルーキークラスだとか D クラスのレースではこのイエローコーション、セーフティーカーっていうのはあんまり見たことないんですけど、やっぱ上位のレースになるとセーフティーカーが入って、その回収するまでですね、横転した車が回収されるまで、こうやって速度を落として周回していきますね。なんかね、本格的ですよね。これだと、ね、オーバルのレースしてるっていう感じしますよね。さあ、そしてセーフティーカーが戻っていきます。さあスタート、再スタートしました。アウトにはらんだトロイさん、この危ない危ない、今インガーのタイヤかすめましたね。ステバイザーをめくりたい。あとね、そうそう、シムキューブ2のダイレクトドライブにしてから初めてのダートオーバルのレースなんですけど、やっぱりね、ステアリングのフィーリングが良くなって、特にね、ウィーリーした時はステアリングがスーって軽くなります。なのでこう画面で見るよりもワンテンポ早く、あー、もうフロントの接地感がないなだとか、そういった情報は分かるようになりますね。あとはほとんどずっとセルフカウンターが当たった状態で回っていくので、だいぶ楽ですね。そしてまたどっか事故ありましたね。またセーフティーカー入りました。そうなんですよね。なのでダイレクトドライブ系でダートオーバーでやると結構楽に回れると思いますね。もうずっとセルフステアのセルフカウンター、これで走っていってくれますので、まあ、自分はそのプラスマイナスの修正打を調整するだけでいいみたいな、そういう形になりますね。さあまたセーフティーカーが入って、これセーフティーカーが入ってる間、なんかラップ数がカウントされてないように見えますね。そういうもんなのかしら。まあ、確かにね、セーフティーカー入ってでどんどんラップが消化されていくと、ここに来てくれている満員のお客さん、これ満足しないでしょうね。さあそして再スタート、今私3番手まで上がりましたね。後ろから右から差し込んでくる、これはアウト側で立ち上がれない。まだいますね、まだいますね。よし、え、またまた、またセーフティーカー、またセーフティーカー、荒れてますね。幸いなことに私はまだ事故に巻き込まれてないんですけど、まあ、これでもね、リアルレースで本物の観戦に行くと結構面白いかもしれないですね。ビールを飲みながら観戦したいですね。さあそしてこれは1号の1番手のリッキーさん、これはまだ再スタートじゃないですね。さあもうすぐですかね。まだまだまだ、さあこれ最初スタート前アウト側にいた方が有利な気がしますね。
インだとね立ち上がり苦しいですからね。さあこのバンクになったアウトから駆け降りて再スタート。イン側は結構もう輪立ちができてますね。車体が乱れる。そしてインから刺されていく。クロスラインで立ち上がるけどアウトが塞がってる。そしてアウトから2台。このトラクションをかけていくのがなかなか難しいですね。そしてステバイザーをめくりたい。おー、いかんいかんいかん。あ、これはロス、進入の角度がまずかったですね。前の方は激しく争ってますね。もうちょっとねアクセル、おお、危ない危ない。ああ今ね私のリアタイヤとさっきスピンしてた方と軽くね接触したんですけど、今のでインシデント2がつきました。これは痛い。そしてそしてまたセーフティーカー出動ですね。順位が一つ上がったのは嬉しいんですけど、このねセーフティーレーティングをダートオーバルのセーフティーレーティングを 0.01 上げるのって大変なんですよね。まあこのセーフティーカーが入ると温まりすぎたタイヤの温度を下げるのにちょうどいいかもしれないですね。意外とやっぱり走り出しってタイヤ冷えてるとダートとはいえやっぱグリップがねそんな出ないんですよね。であとはさすが400馬力のエンジン、みんなこれ後ろについてるの燃料タンクですよ多分。これがね25周走る間に燃料が空になるっていうからどれぐらいハイパワーで燃料を食うマシンなのか分かりますよね。さあ3番手のアウト側にいるコルビーさんとのバトルになってます。あ、全然バトルにもなってなかった。インからアランさん来てる。おお。あ、そしてまたブレイクさん。いやー、おー、そしてまた激しく争ってますね。さあ後ろから周回遅れのトラビスさんにも抜かされそう。ただ結構マシンの操作には慣れてきて、ウィリーしてバク転してクラッシュっていうことはあんまりなくなってきましたね。まあその代わりにもっとアクセル開けれよっていうね話かもしれないですけど、前のマシンとかねハーフウィリーして立ち上がってかっこいいですよね。さあレースは25周のうちの20周を消化、残り5周ですね。インにねアランさんがいるんですよ。おっとちょっと、スリップアングルが深すぎました。なかなかこのステバイザーをめくる暇がなくて、そしてインからこれトップですね。トップのリッキーさん、このリッキーさんという名前がアメリカ人っぽくてかっこいいですよね。でインからどんどん抜いていくんでやっぱうまいな、さすが。
ああいう走りができるとかっこいいですね。おっと今当たりました。ごめんごめん。あ、そしてインシデントまた2個ついて合計インシデントが4というところでレースはフィニッシュですね。うん、結局予選5番手フィニッシュ3番手でアイレーティング上がったんですけど、何せインシデント4つついてセーフティーレーティングがピクリとも上がらなかった。これが悲しいところです。さてじゃあリプレイですかね。なかなか慣れるまでは難しいんですけど、慣れたら面白いですね、このダートミジェット。なのでもうこういうダートオーバルばっかりやる人がねいるってのもうなずけますよね。やっぱコーナリング中はフロント若干浮いてるぐらいはあるんですね。フロントのインは浮くんですね。で上手い人になるとこのフロントのアウトも浮いたまま右のリアタイヤ1本でコーナリングしていくみたいなね、すごい芸術的なコーナリングをする人もいますけど、おお、これですね、今火花上がりましたね。これでセーフティーカーが入ってまた再スタートしてっていうところですね。はい、というわけで、これ残りアンオフィシャルのレース、配信してないレースもあるので、あと一つ走れば、とりあえずノルマの上級レース4本出走っていうのはクリアできそうなところですね。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか、ダートオーバルの世界。もしご興味と、あとお財布が力強ければですね、コースと車を買って、ただそのどの車で出るかって車のね大きさパワーによって性格だいぶ違ってくるので、ぜひメンテナンス時間に、お試しで、いろいろ走ってみるといいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。